どうも、私はですね、今回はこちら、はい、カブトムシの幼虫になります。はい、これは国産のカブトムシの幼虫ですね。今回はこのカブトムシの幼虫を使って、とあるね、実験というか疑問をね解消していきたいと思います。今回ね試す実験は、こちら、はい、これですね、これ禁止瓶になります。禁止瓶っていうのは、基本的にはねクワガタを飼育するときに、使う幼虫用の餌だったりするんですけど、基本的にはカブトムシは禁止瓶で飼育できないって言われてるんですよ。はい、やっぱりねクワガタとカブトムシ比べると、野外だとこのねカブトムシの幼虫っていうのは、日本のカブトムシは腐葉土の中にね、いることが多いんですよね。腐葉土っていうと、もうね木とか葉っぱの、クズをバクテリアがねかなり分解して、どちらかというとおがくずよりは土に近いような状態になってるような、黒い発酵がすごい進んだ状態のマットですよね。でそういうものを食べて育つのが、カブトムシなんですよ。でそれに引き換え、こういう禁止瓶で育つ虫っていうのは、例えばね日本で一番身近なのはコクワガタとかね、ヒラタクワガタとか、そういうクワガタっていうのは基本的には、腐葉土の中じゃなくて朽木の中にいますね。立ち枯れとか倒木とか、そういうね朽木の中で育つ虫は発酵が浅いマットとか、おがくずとかね、そういうのを食べて育つ種類が多くて、でそういう種類はよくねこの禁止瓶飼育すると結構サイズが伸びたりするんですよ。ということでね、結構そのカブトムシは禁止瓶でね飼えないっていうことが一般的に言われてたりするんですけど、ちょっとね実際にカブトムシを禁止瓶で飼ったらどうなるのかっていう試してる人がねあんまりちょっと僕の知る限りはいなくて、で実際ね昆虫採集してるとカブトムシの幼虫ってね時々朽木の中から出てきたりするんですよ。そういうのを考えると、実は禁止瓶の中でも飼育できるんじゃないかってっていうね疑問が生まれたんで、今回はね検証していきたいと思います。とはいえカブトムシの幼虫ね、初齢幼虫の状態で、この禁止瓶に入れると落ちてしまう可能性があると思うので、この時期、今3月の下旬ですね、もうねこちらカブトムシの幼虫がそこそこね大きくなって、あとねサナギになるまでの期間が2ヶ月くらいなんですよね。もうすぐサナギになる幼虫になります。そんな幼虫をこのね禁止瓶に入れたらどうなるのかっていうのがねちょっと気になったんで、今回このね実験をやっていこうと思います。ね、簡単に実験方法を説明すると、こちらね禁止瓶10本用意しました。で、これとは別に発酵マット、カブト一番って言われている、カブトムシ専用の、餌、腐葉土みたいなマットですよね。はい、カブトムシ専用の、結構発酵が進んだ完熟マットになります。こちらのマットも禁止瓶と同じ容量の容器に10本詰めます。禁止瓶が10本と、この発酵マットが10本、合計20本、この、ボトルを、作っています。でその20本のボトルに、カブトムシの幼虫を、1匹ずつ全部入れていきます。はい、でそこで一応カブトムシのね体重とかも測って、入れて成虫になるまでちょっとね待ってみようと思います。はい、それじゃあねまずこの、カブト一番のマットをボトルに詰めていきたいと思いますので、ちょっと移動します。はい、それじゃあねこちらのまずねカブト一番を、こちらの 800ml のボトルに、詰めていこうと思います。こちら、10リットル入ってるんで、800ml のボトル10本、ちょうど足りるくらいだと思いますね。はい、でこちらのマットね、僕もね、あんまり使ったことないんですけど、加水せずに使えるっていうことなんで、もうね、そのまま加水せずに今回使っていこうと思います。加水しなくていいっていうのは、結構いいですよね。やっぱり慣れてない種類とかは水分量が分からなかったりして、失敗することって意外にあると思うんですよね。僕もやっぱり種類によっては水分量間違ってしまって大失敗するみたいなこともなくはないですからね。やっぱり見た感じ程よい水分量ですね。
でマットの感じはまあ木質が残っているっていうよりはもうね、こういう風な土みたいな、なんていうんですかね、粘土質みたいな感じの、マットになります。はい、じゃあねこれ詰めていきましょう。ザザッと入れて、固く詰めるっていう感じじゃなくて、こう下からねポンポン押してあげて、はい、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。こうね、クワガタのマットと違ってまあね、ちょっと粘土質みたいな感じではあるんで、これね思いっきり固く詰めちゃうと多分ね酸欠起こしちゃったりすると思うんで、まあ、ある程度のね硬さでとどめておくのが必要だと思います。それでもまあ詰めが甘いとカブトムシね、これからさなぎになる時期だと思うんで、溶質、マットが爪が甘いと溶質ね、すごい作りづらいと思うんで、まあ、それなりにね、固く詰めてあげましょう。はい、それではね、今回、ボトルにね、入れるカブトムシの幼虫を、ちょっと、ね、出していきたいと思います。で、こちらね、今、腐葉土のマットで管理してるんですけど、ここにね、今中ケースですね、これに11匹います。よいしょ。はい、いやもうねそこそこ育ってますね。はい、ちょっとグラム測っ、こんな感じです。このくらいの大きさに育ってます。こんな感じですかね。でもう11匹いるんで、ちょっとそっちもね出していきましょう。よし、こっちに失礼。よいしょ。ちょっとね1匹行方がわからないので、まあ今回ね21匹います。まあ今回実験で使うのは20匹なんで、まあねギリギリ数は足りるんでね、まあこれでね行こうと思います。こうやって見ると色がもう黄色っぽくなってるんで、まあおそらくはもうねあんまり大きくならないと思います。すいません、ねカブトムシの種類判別ちょっと分からなくなっちゃったんで、今回はちょっとねなんとなくの大きさ順に並べて、まあ、だいたい重さがね均等になるように菌糸瓶に投入する方と、マットに投入する方をね選んで、行こうかなと思います。ちょっとねすいません、カブトムシ久々なんで、ちょっとここでね種類判別しても結構ね今ね僕が種類判別しても雌雄のね信憑性すごい低いと思うんで、今回は重さで仕分けます。多分ね、こっちの2列が多分オスで、こっちの2列がメスかなっていうね、ちょっとちっちゃい個体をやってますね。じゃあ、重さを測りながら、瓶に投入していきたいと思います。それではまずマットの方ね行きましょうか。1番手、よいしょ、 34g。 どうなんですかね、国産カブトで 34g って大きい方なんですか ね、まあ、ね手早くやっていきましょう。次はこちら 30g、 今、ね、大きい順にちょっとねやってますね。はい、次27、はい、26、25ですね。行きましょう。こちら22 19 19 20、ラスト18、次は禁止瓶にね入れる個体を測って禁止瓶に入れていきましょう。禁止瓶は瓶の真ん中をしっかりくり抜いてね、ここに幼虫を投入します。ちなみにこの禁止瓶は北斗経産園さんで購入した大平竹のブナのフレークを使った禁止瓶になります。こんな感じでね真ん中くり抜いた、ボトルに幼虫投入したいと思います。まずね最初に投入するのはこれ 32g、 次が31、一も潜りましたね。24、ちっちゃいですね。20、
21。いやこれ禁止穴開けるの大変ですね。汗ばんできます、ね、おい、22。あれですね、めんどくさいんで先に穴開けてから幼虫測って一気に導入しちゃいましょう。ちょっと、穴開けた後までスキップします。じゃあスキップ。はい、17。はい、18。はい、あーちょっとマットになっちゃった。17、17、ラスト20。今回ねこちら、禁止瓶10本と、こちらマット、10本 800ml の、ボトルね、合計20本に、合計に20匹の、カブトムシの、ね、幼虫を、詰めました。はい、まあね、ここからね、今は3月の下旬なんですけど、まあね、多分5月6月、まあ、長いとね多分、まあ、6月中ですかねにはもうさなぎになって、まあ、7月くらいに、ね、成虫になると思うので、まあ、ちょっとねこのまま様子を見ていきたいと思います。で今回ね幼虫21匹いたんで、最後の1匹は、こちらね禁止瓶ね、禁止瓶これ幼虫投入するときに穴を開けて、出た木くずがね結構余ってたんで、これをね1本詰めて、ここにね幼虫を入れて、まあ、管理しようかなと思いました。はい、まあね、結果どうなるか分かんないんですけど、このまま2、3ヶ月くらい放置して成虫になるのをね待っていきたいと思います。じゃあね2、3ヶ月後に移動したいと思います。はい、あれからだいたい2ヶ月が経過して、今は、6月の1日になります。これねボトルに幼虫を入れたのが、3月の24日でしたね。これマットですね、カブト1番で管理している個体はこれもサナギの部屋を作ってます。まだこれは全幼なんですけど、もうねすぐサナギになると思いますね。で大体の個体が実は全幼とかね、これサナギですよ。オスの立派なサナギにもう成長してます。この調子だとね来月、まあ7月の頭くらいには成虫になって、下手したらねもう活動する個体がいるんじゃないかなと思います。でやっぱりねマットで管理した個体は、まあ、どの個体もねこういう風に全幼とかサナギにね無事育ってるみたいなんですよね。しっかりねどの個体も無事育ってます。まあ、こんな感じで、はい。でまあ中間報告、まあ、これもね立派なオスに浮かしそうなね、ちょっと斜めの幼虫なんですけど、まあ、しっかりね育ってますね。で問題なのがこっちですよね。これ禁止瓶、まあ、一般的にはねカブトムシは禁止瓶で飼育できないって言われてるんですけど、いやね面白い結果になってます。中間報告ですか、これ見てください、育ってますよちゃんとねこの禁止をこうぐるぐる回って食べて食べ進んで、ちゃんとねこれサナギになってるんですよね。これなんかもねここ中にしっかりサナギになってるんですよ。これもねサナギですし、これも、あこれもねメスですね。結構立派なサナギになってます。これも、あこれはまだ全幼ですね。でもこれはもう多分縦にねしっかり幼室を作ってる感じですよね。これ多分幼室ですね、全幼ですね。これはこれも全、もうそろそろサナギになる全幼ですね。しっかりね縦長の空間を作ってますね。なんとか禁止でも育ってるっぽいんですよね。ただこのね幼虫たちはまあ3月24日の段階でちょっとね黄色っぽくなった幼虫を、まあ、全部投入したんで、まあ、禁止を食べてるというよりは禁止瓶に投入されたけど、まあなんとかそこで幼室を作ってサナギになってるだけかもしれないんですよね。まあそのしっかり菌糸を食べて育ってるか、それとも頑張ってサナギになったかどうかは多分ねサイズを見ればわかると思ってます。
マットで飼育した個体と菌糸で飼育した個体、投入した時は体重はねほぼほぼ同じような体重だったんですけど、まあ、これがね成虫になった時に平均サイズをしっかり測って、それでねマットで飼育した個体と菌糸で飼育した個体のサイズがどのくらい変わるのかっていうのはしっかり調べて羽化したら測っていきたいと思います。結果が出るのが多分ねその7月の中旬くらいになるかと思いますので、またねそこまで移動していきたいと思います。はい、あれからね何日か経ってカブトムシね結構羽化してきました。はい、こちらの個体は羽化する瞬間を撮影したのでちょっと出てるんですけど、もうね他の個体もこれとかね結構もう上の方に活動開始して出てきちゃった個体がいるんで、まあ、今日ね、ほとんど掘り出していこうかなと思います。ただ1匹だけねこいつだけですかね、これだけまだサナギなんですけど、これはねもう足が黒いん でこれメスなんですよね。これはまあまたね後日測定したいと思うんですけど、もうね他の個体が結構ねこのケースの上をガリガリかじったりして、これなんてねもうフィルターに穴を開けちゃってるんですよね。でもう本当に掘り出して大きいケースに移動してゼリーを与えないといけないので、もう掘り出そうと思いました。ちなみにね死亡率についてなんですけど、これね菌糸瓶の方はなんだかんだねほぼ 100% 成虫になってるんじゃないかなと思います。まあ、しっかり確認しきれてないケースもあるんですけど、これね見た感じねこれはちょっともう掘り出しちゃって、こいつをねこれから掘り出しちゃったんであれなんですけど、残りのね、9本の菌糸ボトルも全部ねちょっと黒くなってるところがあって、カブトムシがね、食い進んだり掘り進んだりしてる跡が見られるので、ちょっとね楽しみですよね。でこっちのマットも、まあ、見た感じはね全部しっかり育って羽化してるのかなって感じ。ちょっとこれ開けてみますか。こんな感じでね成虫になってるんでね、まあ改めてねしっかり掘り出して全部の個体の、サイズを測って、結果を出してね、最後に、まあ、結果を見て、このね、結果をまとめてみたいと思いますので、よろしくお願いします。それではちょっと、数がいるんで、まあ、早送りで、掘り出しと計測をやっていきたいと思います。じゃあね、ちょっと、移動します。それじゃあマットの方も、掘り出していきたいと思います。はい、それではね今回の検証の、結果発表していきたいと思います。まあ、今回はね、こちらの、マットのボトルと、菌糸瓶のボトルに、カブトムシの産卵幼虫を投入して、サイズがねどうなったかっていう検証を行いました。はい、でまずは今回ね羽化したカブトムシ、まあ、オスメスある程度分かれたんですけど、その比率をね結果発表したいと思います。こちらねまずマットの方がメスがね4匹と、オスがね6匹羽化しました。で、こちらね菌糸瓶の方も実はね全く同じでメスが4匹とオスが6匹、ちょうどねマットも菌糸ボトルも同じね飼育費になって、でしかもね死亡率、両方ともねゼロ 100% 羽化してくれたんですよね。これはね結構意外な結果だと思います。菌糸瓶にカブトムシ入れると結構ね菌糸が食えなくて死んじゃうっていう話をねよく聞くんですけど、意外とね産卵幼虫の状態で菌糸瓶に入れても普通にね死亡せずにしっかり自分で養室を作って成虫になることが、できてました。それではねこちらマットと菌糸瓶の平均サイズの差をもうね発表していきたいと思います。まずはそうですねメスから発表しましょう。マットで飼育したメスのこちらの平均サイズは 44.5mm になりました。それに対して菌糸瓶でね飼育したメスの平均サイズがこちらね 41.05mm でしたね。はい、なんとその差、3mm 以上の差がつきました。はい、やっぱりねマットの方が大きい個体が羽化していて
っぱね、禁止瓶はあんまりねカブトムシには合っていないようで、あの目に見えてね、あのどの個体もちっちゃかったんですよね。で最大サイズも本当にあのマットの方は 46.7 ミリの個体が羽化したのに対して、禁止瓶の方の最大サイズは43ミリだったんですよね。でオスも同じような感じで、こちらのねオスはあの今回一番大きく羽化したオスなんですけど、これはねあのマットで飼育して羽化したのが、このくらいになっています。オスの平均サイズは、マットで飼育すると、今回は 68.1 ミリくらいになったんですけど、禁止瓶で飼育すると、54.066 ミリくらいのサイズになりました。平均値がね結構あの差がついたんですよね。もうその差は、約14ミリくらいオスのサイズ、差がついちゃったんですよね。で最大サイズも結構違っていて、こっちがねマットの最大個体なんですけど、こっちがねあのこうやって比べると あんまり分かんないかな。まあね、最大サイズ、最大サイズで見ると1センチ以上の差ないんですけど、平均値を取るとやっぱりね禁止瓶の方は結構ねあの小さい個体が多く羽化してるっていう感じになります。まあ、ちなみにね今回、まあ、オスメスもあのこの禁止の方もマットの方もあんまり差がなくて、であのマットに投入した時の幼虫の体重の差もそこまでねあの大きな差はなかったんですよね。なのにやっぱりね成虫になる時にサイズがねあのマットと禁止で全然違ってくるっていう結果になったので、まあね禁止瓶はあの結局のところ、おっと飛んだ禁止瓶はやっぱりねカブトムシにはあんまり合っていないんですけど、三齢幼虫の、まあ、中期から、ね、後期にかけてあの禁止瓶に投入した場合は、まあ、どの個体もねあの死ぬことはなく、まあ、マットの方がやっぱり大きくはなるんですけど、まあ、禁止でもねあのしっかり幼虫を作って成虫になれるっていうことが分かりました。まあ、この結果を踏まえるとやっぱりねカブトムシにはあの禁止瓶っていうのはあの大きく育つために合ってない餌だっていうのがはっきりねデータで出たんで、あのなのでカブトムシをね飼育する場合はやっぱりね禁止瓶はあんまりおすすめできないっていうのがねはっきり分かりました。しっかり適した餌を食べると結構ね大きく羽化してくれるんですけど、まあ、逆にね あんまり適してない餌を食べるとちっちゃい状態で成虫になるっていうのが分かりました。またね羽化の時期はそうですね、マットも禁止瓶もあんまり、変わらないような結果になりましたね。はい、ということで今回はカブトムシを禁止瓶で育てたらどうなるかっていう検証の動画になりました。またね何か検証してほしいこととかありましたらね、コメント欄にねコメントいただければね、いろいろね検証していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。